根本武志博は、神奈川県鎌倉市出身のホルン奏者、作曲家並びに指揮者。3歳からバイオリンを、4歳よりピアノを始める。中学校の時にホルンを始め、15歳より伊藤康氏、与良に指示。神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校入学と、共に作曲法、指揮法を学ぶ。1987年、東京芸術大学音楽学部入学。 ホルンを、森山幸造、千葉カオルラに、室内学を、アンディエット・ピー・グ・ロジェラに、指揮報を、佐藤伊佐太郎に指示。1991年に、京都フランス音楽アカデミー講師として訪日していた、ジョルジュ・バルボトから強く留学を勧められたことが、きっかけで、翌年フランス政府級非留学生として突仏、パリのエコールノルマル音楽院へ入学し彼に指示。 第6課ほどを1年で終了した後、1993年にパリ国立高等音楽院のアンドレ・カザレのクラスへ入学。1996年にパリ国立高等音楽院を卒業し、エコールノルマル音楽院のジョルジュ・バルボートのクラスに戻る。翌年コンサートプレイヤー課程を終了し卒業。1999年にパリ国立高等音楽院大学院の 室内学会入学、モーリスブルグの下で勉強する。2001年にパリ国立高等音楽院大学院卒業。2003年国立音楽院教員国家試験に合格。大学院在学中の2000年にパリセウスタッシュ協会ニューイヤーコンサートにおいてジャンギューウのオルガン伴奏でソリストとしてデビュー。2003年にはパリ国際文化週間からの移植により、 作曲家としてもデビューした。現在、ホルン奏者としての活動の傍ら、フランスカシャン国立音楽院ホルン科、室内学科の教授、並びに学生オーケストラの指揮者として、行進の指導に当たるほか、編曲家としても、パリオペラザ、アンサンブルジュスティニアーナ等からの移植を受けるなどして、活動。室内楽奏者として、ヨーロッパ各地をはじめ、南米。 イスラエル等の音楽祭へ頻繁に出演するほか、クラシック音楽専用チャンネル、メッツ等にも数多く出演している。2012年2月には、パリアテネ劇場において、大分よし演出、本人による編曲で、シューベルトの冬の旅の舞台版を指揮、霊光誌、リベレーション誌などの主要な批評家から注目された。同年11月には、国立オペラカンパニー、 ラペニッシュオペラのヘンゼルとグレーテルの編曲を手掛けると共に指揮を行い、ルモンド氏等で絶賛される。2013年には自ら主催するアンサンブルムジカ・ニゲラを率いて、南都市のラフォルジュルネ並びに、日本各地のラフォルジュルネオ・ジャポン、熱狂の日音楽祭に登場、自らの編曲による過激カルメンやラベル、プーランク等の作品を指揮した。また、ホルン奏者としても、 同音楽祭でフランスを代表する室内楽団トリオ・バンデレールと共にケクランの未発表の作品ラメントを日本の聴衆に披露した。演奏活動の傍ら2005年から2015年までカシャン国立音楽学校で教鞭を取り2017年に愛知県立芸術大学で2ヶ月にわたり外国人客員教授として招聘された後2018年 ボルドー国立地方音楽院教授に就任。ありがとうございます。